皆さんこんにちは。今回このミニキーボードをクリスマスってことで妻に買ってもらってしまいました。とてもこのパッドがついててドラムの打ち込みなんかもやりやすいと思うので、すごく興味を持って買ってみたんですが、実は新製品ということで情報が少なすぎて積みかけました。今日はこの情報についてお知らせしたいと思います。実は日本語の情報がまだ非常に少ないようですので、参考にしていただければと思います。中身でございますね。鍵盤は小さいです。鍵盤ハーモニカぐらいのサイズしかないんで、どの手でもオクターブバッチリ届きます。普通のピアノの鍵盤よりちょっとちっちゃいですかね。で、持った感じはそれなりにちょっとずっしりと重たい感じはあります。安定はします。だからパッドですね、パッドの感触はすごく押しても引っ込まないんですけど、反発感というかラバー感があって、ただね、使用感が半端ないですけど、使ってるとすごく汚れます。これなんとかしたいなと思います。で、プリセットされてる、ノートなんですけど、バンクが、実はここ切り替えすると分かるんですけど、バンクが2つ入ってるので、実際16個のパッドが登録できるようになってるんですが、あらかじめ登録されてるものだとちょっと音的に使いにくいので、自分で好みの楽器が当たるように設定し直す必要があるんですが、この設定にちょっと難点がありました。その説明をしたいと思います。それでは設定についてお話をしていきたいと思います。今回買ったのはマーク3という新しいタイプなんですが、ネットで出てくる情報は一つ前のマーク2の情報が多いので、マーク2でうまくいくのかなと思ったんですが、実はマーク2では全く言うことを聞かないということが分かりました。で、メーカーのページにアクセスしなければいけないので、まずはこの赤いプロ JP、こちらにアクセスをしてみてください。メーカーさんのサイトに来ていただきますと、下の方にスクロールしていただきますと、製品情報というボタンがありますので、こちらをポチッとしてあげましょう。今回の製品はキーボードですので、キーボードをポチッと。それから製品名でいきますと、 MPK ミニマーク3、こちらになりますので、こちらをポチッと。これで今回のミニキーボードの詳しい情報にたどり着けるようになります。どんなことができるかは、この2本のムービーを見ていただくと、あ、こんなこともできちゃうんだっていうのが分かると思います。さて、説明書きがこの後いろいろあるんですが、設定を、特にドラムパッドの設定をし直すには、この付属ソフトウェアが必要です。同梱されておりませんので、各自でダウンロードすることになります。こちらをクリックしてあげましょう。ポチッと。さあ、ソフトウェアダウンロードのページなんですが、こちら見てまずいきなりなえるんじゃないですかね。英語なんです。基本的に赤いは日本のメーカーなんですが、今は海外展開しているせいか、日本語の情報が非常に少ないです。まずユーザーアカウントを作って、それからじゃないとダウンロードしたりできないということですので、まずは諦めて、英語のページに飛んでユーザーアカウントを作るしかありません。ただ詳しくはここに手順が書いてあるんですが、これ全部読まなくてもこれから説明をしていきますので、最低限のところだけでいいよという人は動画の通りにやってみてください。まずは、こちらのユーザー登録ページ英文にアクセスします。ビビらないでポチッとしてください。さあ、ユーザー登録画面に参りました。 Get full access to our family of friends ってことで、ここでユーザーアクセス、ユーザー名作っておくと全部できるようになりますよということなんですが、まずは連絡先用の、E メールアドレスと、それからパスワードを決めて Create アカウント、こちらのボタンを押すことになります。で、
ここで登録した E メールアドレスに、間違いないかっていう確認のメールが来て、確認の作業をするまではアカウントが有効になりませんのでご注意ください。私はこのメールが来るのに気づいてなくて、しばらくなんでやねんってなってたことがありましたので、メールが来るまで、ちょっとだけお待ちいただいて、メールが来たら確認をしてリンクをクリックすると、こちらを忘れないようにしてください。はい、このような画面で買った商品を登録してねとありますので、本体の裏側についているバーコード、このバーコードですね、このバーコードの下の数字、ちょっと桁数が多いのですが、この製品ですと A から始まってると思いますので、これをここに打ってあげてください。そうすることで、キーボード商品名が表示されるようになります。無事に MPK ミニマーク3、表示されたんじゃないかと思います。もっと別なものも登録したいって人はレジスターニュープロダクトで同じ手順で新しくね、自分で買った製品が出てきますので、続けてください。僕は1個しか買ってないのでこれで設定をしていきます。さあ、このキーボードの、もろもろ設定したいので、このリンクをポチッとしてあげましょう。はい、そうするとですね、まあいろいろ出てきますよね。これオファーってこう提案されたりするわけですが、私が欲しいのはソフトウェア、設定用のソフトウェアのダウンロードなので、この辺はとりあえず見向きもせずにソフトウェアダウンロードね、MPK ミニソフトウェア、これが欲しいんです。ポチッといきます。そうすると All you need to get started、これで全部なんですが、Mac 版と Windows 版があるようですね。はい、でダウンロードするとインストーラーが落ちてきて、インストーラー圧縮されてますんで、圧縮開くと勝手にインストールされるようにはなってます。でどっちでもいけるはずなんですが、実は Mac で使いたいので Mac 版をダウンロードしてみたんですけど、残念ながらうまくいきませんでした。どうも使ってる OS が Big Sur っていう新しいやつだったので対応してないのかなっていうのが正直なところです。仕方がないので Windows 版をダウンロードして、 Windows から設定をしてみました。ビッグサーより古いバージョンの Mac を使っている方は大丈夫かもしれません。試してみてください。はい、ダウンロードされた、インストーラーを実行すると、こういうね、MPK ミニの、ソフトウェアをダウンロードするような、アプリが起動します。でこの中にパッドをこれ設定し直すものあるのかな、いわゆるMPK ミニエディターってやつがないんですよ。でいろいろ調べてみて、海外の YouTuber さんが、説明している動画を見たら、この Apps の下に、実はエディターがあったんですが、僕のにはありません。どういうことなんだろうなと思って、ね、調べましたよ。日本語の情報はないんです。でその英語で説明されてる動画をしばらく見ていたんですが、実はですね、コメントの中に、エディターの出し方が書かれておりました。実はですね、これトラップですよね。この歯車の中で Show Advanced Software、 これにチェック入れるんですよね。これでリスタートセットアップウィザード、これで出るんですよ。今キーボードつなげって言われてるんで、キーボードつなげてみましょう。これね、つながないと表示されないんですけど、付属の USB ケーブルじゃなくても大丈夫なので、何をお使いいただいてもいいんですが、最初ケーブルが割れるかと思ってね、いろいろ苦労しました。はい、NEXT で、ここら辺のアプリは僕は今回Mac で使うつもりでいたので、いらないいらないと、これもいりません。
それからこれもいりません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 でいいのかって大丈夫です。全部外してフィニッシュと、これで、MPK ミニエディターマーク3とマーク2と2つ出てきましたが、僕が必要なのはマーク3の方ですので、これをダウンロードしてあげてください。インストールだったかな、はい、多分インストールって出てると思うのでインストールするとインストールされます。少し時間かかりますがお待ちください。はい、無事にインストールされたでしょうか。インストールされるとここのボタンが、インストールからオープンに変わりますので、ここをポチッとしてあげると、はい、このように画面が開くと思います。さあ、それでは、具体的にですね、どこをどうやったらいいのかというところを説明したいと思うんですが、やることは簡単です。パッドは本体の上に8つしかないんですが、バンク A とバンク B があるので、実際こう切り替えをすることで16の楽器をここに登録できるようになるんですよね。まあ、楽器って言ってもこれミディですので、ミディのどの、番号を鳴らすのかというのを割り振るだけの話です。もともとのそのね、楽器を変えるとドラムだけじゃなくて、このパッドを使ってベースを鳴らしたりですとか、パーカッションを鳴らしたりですとか、もっと別な楽器を鳴らすことも当然できるわけです。ここは各自の好みでよろしいかと思いますが、皆さんのお好きな音をですね、こちらに割り振っていただきたいと思います。まあ、ここをクリックすると数字をキーボードで書き換えられるようになるので、こちらをお好みに合わせていただけるとよろしいかと思います。で、最終的にこれで良いかなとなったところで、Send to Program、 Send to Program で、プログラムは1から8までありますので、まずはプログラム1番に送ってあげればよろしいかと思います。これで送ってあげると、はい、Program has been sent successfully to the device ということで、プログラムは、機械に、無事に成功して送られましたよという表示が出ると思います。これで OK していただくと、本体の方にもプログラムが送られたということになります。あとは本体の方で設定してあげれば良いことになります。先ほど送られたものをプログラム1に入ってますので、プログラム1はどうやって呼び出すのかと言いますと、こちらですね、こちらにですね、これですね、プログラムセレクトっていうボタンがあります。これ押していただくと画面変わりますね。プレスアパッドトゥロードプログラムって書いてありますので、これ押しながら、今1番のパッドが光っていると思いますが、例えばこう1番のパッドをこのまま状態で同時に押してあげると1番のプログラムがロードされるわけです。8つまでプログラム名がありましたので、8つのパターンを記憶送っておくと、こちらのですね、プログラムセレクトを押しながら好きなボタンを押すと組み合わせが変わると、そういう仕組みになっております。では楽しい音楽ライフをお楽しみください。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。それまでの間皆さんごきげんよう。